北上市を代表する、鬼剣部北上、道の区芸能祭りで、一の関市大東町の行、山竜市か踊り北上、道の区芸能祭りで、釜石市の虎舞トロッコが、静かに流れる北上川の対岸で打ち上げる花火を、音楽と共に鑑賞北上。道の区芸能祭りは、岩手県北上市において毎年8月の第1、土曜日から3日間実施される祭り。 東北六大祭りの一つとされる場合がある。北上市周辺に伝わる伝統芸能である鬼剣舞を中心に、かぐら、鹿踊り、虎舞など100組を超す団体が出演し、市内各所で演舞を披露する。メイン会場は、JR 北上駅、西口周辺のお祭り広場。初日には市民による盆踊りパレード、二日目にはみこ民族芸能パレードや、鬼剣舞大群舞、 3日目には、トロッコ流しと花火大会が催される。高度経済成長期の1962年8月16日に、北上商業校の校庭にて開催された、道の区郷土芸能祭りを第1回とするが、三独当実施。1964年の第3回より、同年5月3日に落成した北上市民会館に会場を移し、翌年の第4回より、 県外の団体の出演も受け入れて、昼夜2回公演となった。1968年の第7回より前夜祭りを開催したが、観光入り込み客数は1万人そこそこだった。1969年の第8回より8月15日16日の2日間の開催に変更し、会場を4つにするなど規模を拡大、また、事前 PR 映画を制作して、マスコミで宣伝したところ、 二日間で約十万人を集めた。その後も十万人を大きく超える観光入り込み客数が継続されたため、1971年の第十回より正式に東北五祭りと名乗るようになった。1974年に国鉄が東北六大祭の一つに指定した。なお、東北六県の県庁所在地の代表的な夏祭りが参加している。 東北六玉祭りや東北絆祭りに森岡三佐踊りは岩手県の県庁所在地である森岡市を代表して参加しているが森岡三佐踊りが祭りとして第1回を開催したのは1978年であるため東祭りが東北五大祭りあるいは東北六大祭を称し始めた頃には存在していなかった1975年の第14回より 現象の北上道の区芸能祭りになった。九百七十七年十一月十九日、岩手県発の高速道路である東北縦貫自動車道が開通し、当地に最寄りの北上江蝦塚 IC が共用開始された。九百八十二年六月二十三日の東北新幹線北上駅開業を機に、同年の第二十一回より夜型の祭りに衣替えし、 また8月14日から16日までの3日間の日程に変更した。1983年の第22回からは他の東北の夏祭りとの周遊がしやすい8月7日から9日の3日間の日程に変更した。バブル景気期の1988年の第27回では初めて海外の団体が出演した。2000年の第39回よび2001年の 第40回にはイベント放送局を開局し、FM で花火の実況中継を行った。2004年の第43回より閉館した北上市民会館に代わってオープンした北上市文化交流センター桜ホールを会場の一つとした。2006年の第45回より開催日程を日にち固定から8月第1土曜日から3日間へと変更した。 2010年以降毎年、東西とは別に、秋の子供道の区芸能祭りを11月に開催している。これは、文化庁の平成22年度、地域伝統文化総合活性化事業に採択された、北上市文化財活性化プランによって始まったもので、その後も同様の補助金を得て、桜ホールにて開催している。ありがとうございます。